面白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 茨城面白研究所すぐに使える茨城弁会話。さあ始まりました、すぐに使える茨城弁会話のお時間でございます。放置していて乾いてしまったウェットティッシュ、鼻を噛んだらヒリヒリするので気をつけましょう。講師の山中隆俊です。アシスタントのデレ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 スクです。お願いします。そうなんですね。そうですね、あのやっぱウェットティッシュって濡れてる分強度が強いので、ほうほう、それでもう乾いたからティッシュとして使おうと思って鼻を噛むとヒリヒリします。ああ勉強になりました。今回ピックアップする茨城弁はこちら、茨城弁ゴジャッペカルタ。こちらのカルタはですね、茨城軍が作った茨城弁のカルタでございまして、非常に面白いですし茨城弁の勉強にもなるカルタとなっております。さあそして我々はですね、このカルタを使いまして適当に1枚引き、それに書いてある茨城弁を実践しまして、体で茨城弁を覚えようということをやっております。さあそれでは聞いていただきます。はい、行きましょう行きましょう行きましょう。聞いちゃってください。あれにに、にはですね、にゃーがな、わげしのしゃっぽで長所。はい、わかんなかった。日本語に直しますと、似合うかな、若者の帽子で調子に乗る。ああ、もちろん茨城も日本語ですけども、にゃーがなが似合うかなが、こう、黙ってにゃーがなということですね。で、わげしっていうのは若い衆、若い衆、若い衆で和毛衆、はいはいはい、このシャッポが帽子のこと。シャッポ、確かにここは僕も初めて知りました。で、まあ調子込むっていうのは調子に乗る。はい、まあまあそれは分かりますね。というわけで、はい、僕なりのイントネーションで読ませていただきますと、はい、にゃーがな、和毛衆のシャッポで調子込む。ああ、ね、なるほどなるほど。これをどうやって実践するんですかね。まあね、こう若い人の流行りの帽子というか、そうか、格好つけてる感じで、なるほどなるほどなるほど、そうやってしていただく感じになると思う。ちょっと、そうか、若い人の流行りの帽子探してみます。お願いします。実際頑張ろう頑張ろう。さあデレスケさん、はい、ゴジャッペカルタの2を実践していただきます。はい、ね、和毛氏のシャッポ、はい、我が物の帽子、はいはいはい、私あの用意してきました。おなんか結構ね、まあ、流行りは分かんないんですけど、はい、若者が結構みんな被ってる帽子を見つけたんで、おあそれをデレスケさんにプレゼントしようと思いまして。え、はい、いいの。結構若者はみんな被ってますね。こちらでございます。え、はい、赤白帽じゃん。赤白帽です。いや若者っていうかそれもう小学生じゃん。はい、若すじゃもうみんな被ってるんで流行ってんのかなって。流行ってんじゃん、体育の授業で被ってるだけだよ。まあ一応ちょっとじゃ あのそのシャッポで調子込んでもらっていいですか。ええー、にゃーかな。でもちっちゃいよ。あーちっちゃい。あ似合う似合う似合うっていうかもう給食のおじさんみたいになってます。何が給食のおじさんだよ。あ似合う、栄養バランス考えないぞ。あ調子込んでますね結構。あ赤パターンもらっていいですか。赤パターン、はい、いる赤パターン。便利な帽子ですね。いるこのリバース雰囲気やっぱ違いますね。ちっちゃいんだよ。派手、似合う似合う。赤も白も似合いますね。これは調子込みスポットじゃないですか。じゃ あ, せっかくなんでここでそのまま行きます、ね、リピートアフターミー。ここでにゃーがな、にゃーがな、わげしのしゃっぽで、わげしのしゃっぽで調子込む、調子込む。はい、ありがとうございました。あ似合う似合う。なんかおーぜひ。どうですかちょっと今、若者の帽子をかぶって、はい、
調子込む人っていうのを今やって、はい、どうですか若者のバシ、これ似合ってますか？すげえなんか合ってる感じがしますいや若者っていうか体操帽じゃないの若白帽すいません皆の衆、チャンネル登録、高評価、グッドボタンを押すのじゃ。